www.vidionews.com 今この新型コロナの感染拡大の中で医療が逼迫しているとを繰り返し伝えられてますけれどもこれ一体どういうところが。 こネックになっているのかっていうのを先生から見るとどんな感じになるんでしょう。もう端的に、えー、まあ平時のまあ医療計画、医療体制の課題がまあ浮き彫りになった結果だと思います。まあ大きく二点、平時のまあ医療計画、医療体制の中にまあ感染症対策という視点が、まあ、完全に抜け落ちていたこと、まあもう一つはまあ。 年年末年始とお、まあ、自宅待機、まあ、感染確認されて自宅療養されている方々が、まあ、それを健康観察している方、まあ、保健所の方であったりまた入院の可否や、まあ、入院先も決めているのが保健所の職員の方、まあ、これでも浮き彫りになったように、えーまあ、いわゆるプライマリーケア、まあ、かかりつけ医機能を発揮する医療体制があ全く抜け落ちていた。 感染症対策の視点とかかりつけ医機能の部分が抜け落ちていたことが感染者数が欧米各国に比べると圧倒的に少ない我が国ベッド数は一方で世界各国で最も多い我が国において医療逼迫を招いた要因だと私は考えていますあの自宅療養している方で亡くなられた方もいらっしゃいましたし。 こういう事態が本当になんでこの日本でって思うんですけれどもそこはそのそこのここ部分の医療が全くこうなんか空白だったって気づかされたんですけどそういうういいいい理解で間違なか今回いわゆる第一波の時からですね、まあ、当時の厚生労働大臣、まあ、受診の目安は検査の目安ではない、まあ、こう思われていたとしたら。 ととしてはだまあ今回のコロナ、まあ、当初からですね相談また検査ああそこへつなぐことが全くうまくできていなかったとそして年末年始のおいわゆる第3波の時に、まあ、ピーク時に3万人を超える方が、まあ、自宅療養その途中経過でお亡,くお,お亡くなりになった方も出たと。私も現役の医者で 年末年始と東京や埼玉、まあ感染拡大、えー、著名な地域の一、まあ、人で療養されている方、何人も相談を受けました。電話でで,ね、電話でです。はい、薬も出されておらず、そしてまあ病状の変化を相談したくても、まあ保健所の担当の方に連絡をするけどなかなかつ繋がらない。ましてや医師に相談するなんていうことは。 全くできない状況だったと、まあ、今先ほどおっしゃったようにですねなぜ我が国でそんな状況に陥ってしまったのか、まあ、これはですね、まあ、先ほど2点の要因をお話ししましたが今後、まあ、もちろん第4波来ないことが望ましいんですけれどこの状況を本当に重く受け止めて。 改善に早急に取り組まなければいけない、まあそんな状況だと思います。受診の目安が検査の目安ではない。そ,そこをちょっともう一度詳しく。まあ当時ですね。あいわゆるうまあ相談窓口というものがあって、えー、まあ発熱もしくは咳の症状があったらあ、まあ、相談をすると。 そそしてその相談で受けた方あまあ当時は37度5分以上4日間というものが一つの目安として掲げられていたわけですが、まあ、当然ながら現場はですね相談を発熱があった方から受けて「あなた熱が出てから何日目ですか?」と言われ2日目だったら「じゃあ検査はしなくていいですね」と。 おおそういう状況だったわけです。現場は間違いなくそう受け止めていたと。しかし後々、えー、そんなことはないと。これはあくまでもお医師が判断をしたら検査は別に三十七度五分以上が四日間続いていなくても検査できたんだと。まあ、事故でそういうことを言ったわけですね。まあだけれど現場は先ほど言ったように。 普段からその患者さんを知っている方が相談を受けていたわけではないので、やっぱり一つ4日間発熱があった人をま検査の目安にしていたと。まそれが政府の方は誤解だと言ったわけですが、ま現場の様子とかなり乖離があったと。もしここでまあ普段からまどういう仕事をしていたり、基礎疾患がどういうものがあったり、その人のバックグラウンドも知っている、 もしかかりつけ医が本当にいたらですね別に4日間熱が出ていなくてもあなたは普段こういう症状が出るのは珍しいと早めに検査をしてチェックをしておきましょうという状況になったんだと思いますが残念ながら多くの国民が気軽にそういった相談をできるかかりつけ医身近にいない状況が今回のコロナ禍においても 当初から浮き彫りになったということだと思います。あの、東京都の医師会などでは、そのかかりつけ医に相談してください。っていうふうにこうずっと言ってましたけど、かかりつけ医ってどういう人なんだっけ？どこに行ったらいいんだろう？っていう風にずいぶんいろんな人が聞かれました。そういう意味ではこう自分のかかりつけ医っていうのをこう。日常的にあまり意識してないというか、そういうこと自体も問題だと思うんですけど、いかがですか。か 我が国はですね世界に誇る国民皆保険制度とその大きな特徴の一つがフリーアクセスですね健康保険証を持っていれば一日に何軒かの病院に行っても可能住んでいるところは東京でも北海道で受診しようと思ってもそれぞれの負担額で受診できるいわゆるフリーアクセスと。 いう状況であります、まあ、そういう状況においてですね多くの患者さんが私もよく、まあ、集会とかで「この中でかかりつけ医いる方いますか?」と言うと最初は3分ののぐらいの方が手を挙げるんですねで私が次の質問で、まあ、そのかかりつけ医の先生に24時間また病気のことを以外も 相談できる方いますかと言ったら、まあ、当初3分の2だったのがまあ大体、まあ、5分の1ぐらいに減ってしまうと。で自分はかかりつけ医だと思っていても、まあ、実は医師の方はいや私はあなたのかかりつけ医でもない何でもないですよとか、まあ、我が国の特徴とすると例えばフリーアクセスですから膝のいた痛い部分は整形外科。 そして目の部分はがんかそして心臓の病気はないかと、まあ、それぞれの疾患においてかかりつけ医を持ってますという感じなんですね。まあ、ですから倍の関係とはちょっと言えない、まあ、そこが、まあ、患者さん側医者側かかりつけ医というものに対して必ずしも一致していない、まあ、これが我が国の現状じゃないかなと思います。あの この間のその国会の質疑の時にそのまさにかかりつけ医のことを尋ねられて田村大臣がやはりフリーアクセスっていうことを答えられてましたけどあのやり取りは先生にとってはどういう印象だったんですか実は田村大臣とは、まあ、この間は予算委員会でしたけれどもう何度もこの議論厚生労働委員会でさせていただいておりまして、まあ、田村大臣の、まあ、答弁というのはいつも一緒なんですけれどやはり まあ先ほど触れた世界に誇る国民皆保険制度の最も特徴的なのがこのフリーアクセスこのフリーアクセスを制限するようなあものはやはり国民のコンセンサスは得,得づらいし、えーまあ、そもそも国民皆保険の最も特徴的なのがフリーアクセスなのでここに、まあ、いわゆるゲートキーパーですね、えーまあ、制限をかけることには否定的な田村大臣の というよりは、まあ、厚生労働省と言ったらいいでしょうかあ考え方だと思いますが、まあ、それに対してはそれは一定程度これまで、まあ、何十年もの間あ培ってきた制度なのでそれが全て駄目だというふうには思いません。まあ、しかし、まあ、我が国このコロナも踏まえてもですね、まあ、それ以前から、まあ、いわゆる少子高齢化、まあ、人生100年と。 いわれている状況であり、また疾病構造もいわゆる糖尿病高脂血症高血圧と生活習慣病が、まあ、疾病構造の中心になっていると、まあ、そういったことを考えるとですねいわゆるシングルファクターをこう、まあ、取り扱って治していく治療から閉、まあ、素からの、まあ、いわゆる予防医療的な観点が非常に重要になってきた、まあ、こういう医療 もう内容の変遷においてですねやはりかかりつけ医がゲートキーパーというとまたアレルギーがあるのかもしれませんがやっぱり一人の患者さんのさまざまな疾患さまざまな家族背景仕事背景も含めたバックグラウンドを理解してその人にとってどういった医療が必要なのかまたさまざまな疾患があってもですねその医療情報を そのかかりつけ医がしっかり把握して適切に検査治療へとつなげていくこういう体制が従来から我が国には今後の未来に向けて必要だったと思いますし先ほど今回コロナで浮き彫りになった課題も解決するまさにコロナの次の体制もしくは コロナもです、ね、また第4波というのが懸念をされる中で、まあ、こういうのかかりつけ医を国民一人が一人一人がね、えーかまあ、持っている状況を早急に生み出す必要があると思います中島先生の中のこのかかりつけ医のこう制度的なイメージはどういうものでしょうかはい、まあ 実はもう私議員立法として、えー、もうこのかかりつけ医を制度化するということをですね、えー、具体的に議員立法として作っていて、まあ、ここでまあ議論の対象、まあ、論点もたくさんあるんですが、まあ、イメージはですね世界各国でやはりかかりつけ医の制度化家庭医ファミリードクター総合診療、まあ、いろんな呼び方あるんですが イギリスだと g P GP ですね g ジェネラルプロテクショ e r といいますがあまあ私は、まあ、それぞれの国が、まあ、いい部分とお悪い部分、まあ、例えば GP の場合は一、まあ、人の医師が患者さんを何千人も抱えそのかかりつけにアクセスするのが、まあ、23日かかってしまうとか、まあ、逆にモラルハザード的なあ、まあ、あ登録制の包括報酬ですからあ医師が患者さんに 逆に何もしななないっていいととううようなことがまあ課題にはなると思います。で、そういう意味からすると、まあ、我が国は従来からいわゆるプライマリーケアからターミナルケアまで、まあ、その中には先進医療やさまざまな医療があるわけですが、まあ、全て出来高払いと、まあ、出来高払いというのは医,者医師がやったことは全て加算されていく制度、まあ、しかし先ほど予防医療的観点が重要ということを考えると やはりそのプライマリーケアの部分に関しては登録制包括報酬が望ましいだろうとこれ分かりやすく言うともう私が100人の患者さんを常に見ていたとしてこの100人の方が包括報酬分かりやすく言うと1人例えば携帯電話のかけ放題ではないですが一月に1 0 0 0円払えばいつでもどこでもかかりつけである私にアクセスできると。 こういうい状況をままず生み出します、まあ、そうすると私はその100人の患者さんみんな具合悪くなったら困るわけですねみんなに元気でいてほしいとですからある時には家に行って一緒に食事を食べて「えー、あなたのお家の食事は基本的に塩分が強いですよ」とかで「どうやらちょっと酒の量が多いよ」とか。 ある時には、まあ、会社に行くまではしないかもしれませんが、まあ、どういう立場でどういう仕事をしているんだろうかと、まあ、こういったことまでも、まあ、目くばせをしながらいわゆる生活習慣を見直すところから、まあ、そして皆さんがあ、まあ、仮に病気を持っていた基礎疾患を持っていたとしても悪化しないことそして病気を持っていない人であればあ、まあ、生活習慣病のような慢性疾患を 抱えないようにメ目配せをしていくとそのことがかかりつけである私の評価につながるまこれが我が国の家庭制度ファミリードクター制度プライマリーケア制度と言いましょうかあそういったイメージを持ってますもしそれがあったら今回のこの新型コロナの時にはどういうふうな役割を果たすことになりますかまず第一波の時は さっき誤解だ発言のことを触れましたがまず真っ先に相談センターではなくかかりつけ医に相談することができたと思います、うん、そしてそのかかりつけ医が必要だと思えば適切に PCR 検査に結びつけられたと思います、うん、そしていわゆる第三波年末から年始3万人以上の方が自宅で療養していた まあそこへ保健所の方が健康観察また入院の可否入院先までも決めている異常な状況をこれは全てかかりつけ医が対応していたと。まあ、そのことによって自宅で療養されている方の不安また入院の可否入院先の確保本来これ医師の仕事でありますからまあそういったことを改めて相談窓口とか作らずにかかりつけの医師が 対応していいたと思います加えて今後ワクチンのことが接種体制が問題になっておりますがこれも基本はやはり普段かかっているかかりつけ医がですね接種の可否を判断したりそしてワクチンそのものの有効性安全性についてしっかりインフォメーションをして患者さんに判断をしていただく。これはキューバー イギリスは今ワクチン接種がだいぶ先行してますこの大きな要素はやはり GP 制度これがあるためにですね、えーまあ、改めてその GP を主体に接種を進めていく、まあ、キューバもそうでありますが、まあ、これまでのコロナ禍で浮き彫りになった、まあ、受診相談あさらには在宅療養している方の健康観察 そして今後のワクチン接種体制においても我が国にもしかかりつけ家庭医が明確に定義をされていれば劇的に様相は変わっていいたと思いますそれが日本でできてないのはできないのはどこが障害になっているんでしょう一つはやはり先ほど言った我が国の国民皆保険制度もう半世紀以上になりますか。 まあ、いわゆる出来高払いという体制の中で、えー、まあ、疾病構造がその中でどんどん変化していったんですが、まあ、長らく続いたまあ、この体制に対して、やっぱり大きく変化することに不安がある。まあ、これはあの医療側もそうですし、患者さん側もそうかもしれません。まあ、こういうことが、やはり根っこにあるんだと思います。まあ、加えて、これは医療の話だけではなくてまあ、当然。 まあそこにつながる介護保険とかある意味これ保険制度の中で社会保障制度全体的な年金とかですねさまざ、あ、まな分野に波及していくこれ大改革ともいえる内容になりますのでただでさえ複雑回帰になっている社会保障制度これを大きく転換させる内容でありますので、まあ、十分に国民とのコンセンサスを取る必要もあるし それを誰がリーダーシップを取ってやるかということがみんな私もこうやって話をするとですねその制度いいねと言ってもらえるんですがこれは我が国の医療体制を大きく転換させる大改革でもあるということもありなかなか誰がリーダーシップを取るかということが難しさも一つの課題です。 になっていると思います。まあその国民会保険制度で今ずっとこう利用が進んできたところで、今先生がおっしゃっているかかりつけ医の登録制、何かこう会保険制度に影響を与えるようなことがありますでしょうか。まあ私が考えているまあこあせあの家庭制度はですね、まあ国民会保険制度は維持します。もうこれはもう多くの国民、もっと言えば。 一人の国民が全員かかりつけ医を持ちましょうと言っているわけですから、まあ、これはもう逆に言うとさらに強化するような状況であるわけでただ、えーまあ、いわゆる先ほど言ったように最大の特徴がフリーアクセスという状況が、まあ、まずは自分が登録してあるかかりつけ医の先生に相談をしましょうという状況になるということで、まあ、先ほどもちょっと触れられましたが 自分が登録した医者が本当にちゃんとした医者なのかどうかとかあのこういう不安があることはあ正直事実だというふうに思います。あとはやっぱり課題とすると、まあ、今は出来高払いということで、えー、今度提供がですね、えー、まあレセプトといって、まあ、やった分を月々一回こう診療報酬として、えー、提出するわけですが。 いわゆるる登録制の包括報酬とする場合一体まあどういう支払い制度になるのか、まあ、こういったことがまあ医療側の不安一方で、えー、患者さん側の不安というのはやはり自分が登録したし先生が、まあ、本当に素晴らしい先生、まあ、いわゆるマッチング、えー、私もそうですがそれはまあ人と人なので、まあ、相性とかもいろいろありますし、まあ、その場合どうしたらいいのかとか。で今はやはやりう まあカード1枚持っていれば「あそこの病院いいらしいよ」とか「あそこの病院はいいカメラが上手らしいよ」とか、まあ、なんかそういう基準で病院をで1回目に行った病院なんか自分が納得できなければ、まあ、その日の午後には違う病院に行って、えー、自分が納得いく答えが出るまで、えー、行けるということが今は可能ですが、まあ、今後もし家庭制度が成立した場合には。 まず家庭医が相談をしてその家庭医が必要だと判断したら、まあ、次のステップへ進んでいくと、まあ、これに対してんもちろんいろいろ意見はあると思います議論の余地というか議論はあると思いますが、まあ、私は後者、まあ、ある程度やっぱり医師と看護師あ患者さんとの、まあ、やっぱり信頼関係を大前提にすることの方が、まあ、もちろん メリットデメリットはありますけれど、私は優位性があると考えていますので、まあその部分に関してはまあ国民の皆様、あまた医療提供側にもですね、まあ十分理解をしていただく必要があるというふうには思います。あの拝見すると全部包括払いっていうわけではないですね。はい、出来高も加える形の制度。はいはい、そうですね。あのまあいわゆるプライマリーケアの部分、例えばあ相談の敷居を低く してそしてまあ診断をつけるための検査、まあ、ここまではですね、まあ、包括制度でいいのかなとで実際にまあ治療に入っていく例えば検査をした結果、まあ、手術が必要だといって次のステップに進んだ場合には、まあ、今先進医療に対しての高額療養費もありますしまあ病院によってまあテクニカルな部分は違うと思います。 で思わぬアクシデントもあるということを考えると、まあ、そこから先は従来の出来高払いいわゆる包括払いをベースにその上に従来の出来高払いが乗っかっていくというのがイメージとしてはあります80年代後半にそれこそ家庭医を導入しようと当時の厚生省が考えてである程度のところまでいって なのに途中でやっぱりかなり医師会の猛反対にあったっていうのを、まあ、取材してたことがあるんですけどやっぱり医師会の存在は結構なんというかあの、まあ、大きなこうハードルの一つと言ったら言い過ぎでしょうか、はい、それ数年前にですね、うんまあ、医師会日本医師会をはじめとする4病院団体が、まあ、かかりつけ医の定義というものを示しました。うんうん まあその内容はまさに今日私が念頭に置いているプライマリーケアをすする定義なんですねただ残念ながらそれはかかりつけ医の定義というよりはまあ4病院団体が示した提言のような内容になっていてまあ私の場合はそこをさらに踏み込んでまあこれをちゃんと制度化しましょうということなんです。し、まあ、しかかし従来からですね まあ、いわゆるプライマリーケア。まあ、この間も予算委員会の時冒頭で示したんですが。プライマリーケア機能っていうのをこう日本語です訳すものがないんですね。プライマリーケアイコール何ですか？と。例えばターミナルケアというと終末期医療なんですが、まあ、プライマリーケア自体をまあ、一言で示せないということで、まあ、そこで4病院団体が示した内容のものは確かに素晴らしいんですが。 じゃあこの内容を発揮する医師は一体どこにいるんでしょうかという話になるとこれ私田村大臣も何度か聞きましたまあ常に今回のコロナ禍でもかかりつけ医かかりつけ医って度々出てくるんですけれどじゃあ我が国にこのかかりつけ医機能プライマリー機能を発揮できる医師は何人いてそして必要ならばこれから何人にしようと思っているのかと言ったらですねまたこれ元に戻るんですね。 かかりつけ医が決めるのは患者さんですと我々が定義するものではないと意味がわからないと <laughs> まあだからこそですねまああのまあ私は先ほど来言っているようにまあ弊害となっているというよりはやっぱりこれまで、えーまあ、慣れ親しんだ制度をこれを大きく変えることにまあ不安があるんだと思いますまあそれがですねまあ今回のコロナで やっぱりその必要性が改めて先ほど言った国民のコンセンサスも非常に重要で今回のコロナの状況で多くの弊害が浮き彫りになったそれを解決するのがこの家庭制度だとそして我が国のいいとこ悪いところ諸外国のいいところ悪いところを改善した日本版の家庭制度を作るんだということで。 多くの国民にも理解しやすい状況になっていると思いますしそして、まあ、医療を提供する側にとってもそして制度を構築している、まあ、厚生労働省の方にとってもですね、まあ、先ほど80年代という話がありましたが、まあ、その当時と、まあ、今のこと,とでは状況は明らかに違いますので、まあ、今こそ我が国のコロナの経験をし、まあ、さらには 従来から課題になっている社会保障制度その本丸である医療の部分ですが菅総理はデジタルグリーンヒューマンニューディールと言っていますが我々というか私はさらに大きな視点であるメディカルニューディールこれを明確に示してですね実現することが将来への責任だというふうにも思っていますし えー、実現するために私はこの政治の世界に来たとちょっと話が自分本位になってしまいましたが申し訳ないです、はい、その病床逼迫の方はねどういうふうに考えてらっしゃるんですか、うん、つまり今その、まあ、この事態になってるのはそのコロナの病床がもうほ,ほぼあのもうステージではもう何か入院困ると。はいはい、これは その日本はこんなに病床が多いのにって一方で言われますけど先生の目から見るとそこはどうなるんでしょう結局ですね、まあ、これもよく言われますけれど、まあ、全国で、まあ、公立病院の割合と、まあ、民間病院の割合、まあ、全体では8割近くがまあ民間病院そして2割が公立病院これも地域によって全然違いますが。 まあ私の地元では逆転します逆転します公的の方が多いですかね。そで,で,で、まあ、そもそも民間病院はですね、まあ、例えば療養病床とか、まあ、例えば整形外科専門の病院であったりとか、まあ、人員的にも設備的にも感染対策を行える機能ではなってなかったとその病院が全体で言えば8割だったということで。 まあ今回のコロナ対応しているのはやはり公立公立的病院が中心だったと思います。まあ、加えて、えーまあ、開業している先生方、まあ、これもさまざまな事情を抱えていますが、まあ、なぜは我が国は病院が <laughs> 多いのにしかも感染者数が少ないのに医療逼迫かという状況については、まあ、冒頭にもお話ししましたように平時での医療計画、まあ、医療体制ですね まあこれが感染症という視点が抜けていたがためにベッドは多いんだけれどいざという時に感染対策ができない病院の方が圧倒的に多かったと、まあ、ですから、まあ、この1年余り続いているコロナ禍において、まあ、常に逼迫している部分と逆に、まあ、コミットできない部分とが明確になっていて、まあ、今回の まあ未曾有のおコロナ感染症パンデミックに対して我が国の医療資源が、まあ、総出で取り組めていない。まあその結果がまあ感染者数が少ないにもかかわらずまあ医療逼迫を招いてしまっている、まあ、主要因だと思います。今あの地域医療構想でそういう意味ではその医療体制を、まあ、地域ごとにちゃんと考えようというような動きにはなって でますよね、そこでもやっぱり何かが抜け落ちてるかうまく動いてないかその辺はどういうふうに見ておられまもともとの地域医療計画、まあ、構想ですね、うんまあ、ここには感染症評価が入っていません、うんはい、平時の、まあ、先ほど言った今回浮き彫りになった医療計画をもとに、えー、病床機能報告制度、まあ、これをもとに、まあ、地域医療構想があるわけですが、まあ、今回のことで、うん まあ改めてそれは見直す必要があると、まあこれはまあ田村大臣も認めてます。はい、まあ、まあこの視点はですね、もう本当に重要だと。まあ一昨年の九月に公的公立病院四百以上が名指しで再編を示されたと。まあこのコロナ禍でその名指しされた公的公立病院が、うん まさに前線でこのコロナ対応をしているということで、まあ、本当に今回そういう医療従事者に感謝をまず示すならまずは従来の感染症対策評価が加わっていない地域医療構想は抜本的に見直すすべきととといいうことだと思いますその地域医療構想の中には公的公立病院はもちろんですけど民間病院はなかなかそこにこう。 取り込まれてないというかあの意識がとても違うような気がするんですけどその辺はどううでしょうかまあここはそれぞれの専門性を持った、まあ、民間病院が多い中でやっぱり今回感染症という視点が抜けて落ちていたとでこれよく例えば松本モデルとかですね、うん、やっぱり平時から、まあ、それぞれ民間病院、まあ、公的病院 役割がもともと平時での分担があると思うんですが、まあ、いざという時に、まあ、コロナ対応する病院、まあ、選択と集中とよく言いますが、まあ、こういう機動性を持てるようなことをですね、まあ、平時から民間病院にも求めておく、まあ、地域医療構想の見直しとともにですね、まあ、平時から、まあ、これは感染症だけではなくて 様々な災害時同様だと思いますがあやっぱり医療というものを国家の安全保障の観点で捉えるならあ診療報酬はね言うまでもなく国民の皆様の保険料で成り立ち病院はその保険料から収入を得てるわけですからいざという時に国民の皆様が不安に貶められてしまうような状況今回のコロナはまさにそうでありましたから。 日頃から民間病院の、まあ、体制についてもですね、えー、コミットできるようないざという時に選択と集中ができるような、まあ、体制を地域医療構想の見直しとともに、まあ、進める必要があると思いますでその場合にそのかかりつけ医のその登録制度っていうのはどういう位置づけになるんですか全住民がどこかに登録するというイメージ私のイメージはできればお子さんから、うん ご高齢の方まで、まあすべての国民が一人のかかりつけ医を必ず持ちましょうということを将来的に目指したいと思います。まあ今あの田村大臣がね、あのデーモン閣下たちと大事,大事上手な医療のかかり方ということで、まあ昨年からずっとやってるんですが、まあそれはそれでいいんですが、まあ我が国の医療で。 まあ、今回のコロナでも浮きりになったように上手なな医療の届け方がでできてないだと思うんです、まあ、そういう意味から私は一人の患者さんが一人のお家庭を持つことで有事の際も、まあ、適切に、えーまあ、やっぱり医療って本当のベースですから、まあ、そこが不安になってしまったらもう本当に医療崩壊イコールこれは国民の命に直結する問題なので。 一人の患者さんが、まあ一人の主治医、かかりつけ医、家庭医を持つこと。まあ、これを、やっぱり最終目標にしていきたいなと思います。かかりつけ医、はどういう資格の人がなれるのか、なるのか。あるいはその資格を設けないのか、どういうふうにこう、きめ合っていくのかって、その辺の、お考えはどう,いう。ここはですね、まあ、まず、まあ、これまで何十年も、この状況できた。 これ激変するのはなかなか難しいと思いますまあ、そういう意味で先ほど日本医師会のおかかりつけ研修まあ、こういったものも利用していくことも必要だろうということなんですがあー最終的にはですねまあ、今専門医制度の中に総合診療科というのが加わりましたでも総合診療科の活躍する場所が全くないんですねまあ、大学病院の総合診療科にいてもいわゆるプライマリーケア機能を発揮できませんのでまあ、一つは 数年前に専門医制度もちょっと問題あるんですがその専門医制度の中にまあ一つその総合診療科医がですねいわゆるプライマリーケアを発揮するんだとやっぱり前線に出るんだということを一つのスキームの中の最初のステップで 加えていきたいただ皆さんがそういう例えば60歳70歳の開業している先生もいらっしゃいますので、まあ、その先生にはですねまずうそういう先ほど言ったプライマリーケア連合学会もそうですし総合診療医の専門医を取った方もそう、まあ、そういった方々を中心に、まあ、地域で開業、えーまあ、している先生方にそのプライマリー機能の一端を担ってもらいながら、まあ、地域形成をし まあそして次のステップではやはり改めて総合診療科イコール家庭医なんだということを確立してですねまあ年代的に入れ替わっていくと思いますのでやはり最終目標は家庭医というものは国民の皆様に広く信頼をされるそういう失踪を持った方が家庭医となりそしてそのもとに患者さんが あ安心していける社会、まあ、そのためには激変というのはなかなか難しいかもしれませんが、まあ、だからこそですね早くこのスキームに踏み出さなければあ遅くなるという意味で、まあ、今回のコロナも踏まえながらこれはもう早急に取り掛からないとあと20年30年うん完成版が何十年先になるか分かりませんが、まあ、今から踏み出さないと。 本当に間に間合わなくなくるとあれですかねその選ばれない開業医がいるかもしれないっていうの皆さんん不安になるんですかねそうですねまあこれ、まあ、さっきは病床の話で <laughs>、えー、いわゆるプライマリー機能発揮、まあもちろん病院の先生でもいいんですが、まあ、多くはやっぱり開業している先生が果たすべき役割だと思います。まあ、そういうことからいくと、まあ、これまでの医療、まあ、開業するってどういうことかっていうと例えば私はもともと外科医だったんですけど ま開業したのは37の時ま比較的若いんですけれど、どうしてもイメージとすると、もう大学病院とかま勤務をしてまそろそろ開業すっかな。とま、そういう感覚でま自分がずっとやってきたことの延長線で開業するま、これが一つの流れだったと思います。でもまこういう時代を迎えてですね。ま地域で開業するということは、まいわゆる総合診療医的な。 まあ、いわゆるプライマリーケアある意味入り口の医療ですので、まあ、私もそうだったんですが小児科見たことなかったんですけど地域で開業するとやっぱり来ちゃうわけですよね。でそれを駄目ですというんではなく、まあ、自分自身があ勉強していくとやっぱり開業するということはやっぱり地域にとって大事な医療資源に加わることなので、まあ、地域の抱えている医療問題に、まあ、医,医療側も積極的に入り込んでいくと。 今日本医師会で障害研修の中でかかりつけ医研修というのは行われています。もう年間に何千人もの方が認定されている。せっかくその認定あるのにそれが発揮できないっていうのはおかしな状況でして私にイメージとしているのはその医師会がやっているかかりつけ医研修、まあ、認定制度ですけど、まあ、こういったものを利用しながら、まあ、いわゆる開業医の先生方があー広くですね まあ入り口の医療を提供できるように、まあ、そしてまあいざという時には先ほど言った在宅の患者さんあーもしくは、えー、と療養する施設とかですね、まあ、そういうところに自分の患者さんが入っている場合はあ、まあ、しっかり対応すると今後のワクチンに対してもそうですけれど、まあ、そういったことがまあ求められるだと思います。 日本医師会のかかりつけ医の研修は八時間だそうですけど、それでいい。いや,いやいや、いい <laughs> って言うとあれですけど、まあこれはね、イギリスなんかはまあかなり研修を受けてということです。一つ目安になるのはあのプライマリーケア連合学会、やはりまあ課程制度、プライマリーケアの研修、まあ認定制度を持っています。まあすべての医師がそうなれということではありませんが、まあ各地域ごとに。 まあ、いわゆるプライマリーケア専門医を配置できてでそこにを中心に、まあ、例えば眼科が専門の先生であればですねその患者さんのメインの症状が眼科だとしたら、まあ、その先生を登録してかかりつけ医にしてそして、まあ、プライマリーケア全般に不安な部分もあると思いますが地域に配備された、まあ、プライマリーケア連合学会の、まあ、専門医の先生方に相談をしながら プライマリーケアを地域に根差していくとこれは国が進めている地域包括ケアシステムとも相当リンクする話なので同時進行でこれまで培ってきたものを全部無駄にするんではなくこれまでの延長線の中で方向性をそちら側により力点を置いていくようなやり方が比較的スムーズにいくんじゃないかなとは思います。 その先生の提唱している、まあ、議員立法で作ろう見通しはどんんなな感じなんですか、はい、もう私、これ、まあ、先ほども言ったようにこの家庭制度を作りたくてこの政治の世界に来ました、まあ、今も週末、診療をやっていますけれど、えーまあ、今、立憲民主党という政党の中で我が党の社会保障調査会のおテーマになっています。で まあこれはもう私がずっと前からあ掲げて作っているものでありますが、まあ、野党まずはですね、まあ、立憲民主党の中で、えー、多くの議員の方々にい理解をしていただいて、まあ、我が党はあの、えー、ベーシックサービスというものを掲げていますのでベーシックサービスの最も 象徴的なのがこの家庭制度だと思いますので、えー、まあ我が党の大きな目玉の政策になると思いますし、なれるようにまあ今後精一杯また努力していきたいと思います。その専門医制の時に総合診療院入れるところがすごく揉めたじゃないですか。はいはいだからもうそういう意味ではもうなんていうかある種こう抵抗感があるんじゃないかなっていう気もするんですけど。 その今の今の広く医師たちの中にの。ここはまあさっきも言ったようにい誰もがいい制度で何も弊害がなければどんどん進んでいるとだけどそこに課題はまあさっき言ったように患者さん側の不安であったり医療側の課題であったり様々あると思います。まあしかし、まあ、一方ではまあ今回のコロナを含む医療体制の問題もそうですがこれは決してそこが目的ではないんですけれど。 一方ではまあこれが、まあ、我が国の財政を最大限圧迫しているさらにこれが少子高齢化ということの中で、まあ、私はこの家庭制度っていうのは、まあ、決して医療費削減の目的では全くありません全くないんですがやはり、えーまあ、今日も話してきたように医療のミスマッチっていうのはだいぶ起こってるんですね。まあ、そういうい意味からやはり国民が望む医療に やっぱり医療制度また医療側も体制を変えていくことで私は結果的に医療費の適正化につながってくるという観点もあります。まあ、そういう意味からすると今の医療制度はちょっと言い方荒っぽいですがこういう少子高齢化生活習慣病がまあベースになっている中で患者さんが多,く多ければ多いほど医者は儲かる逆に予防医療を中心に示してですね 患者さんが減っちゃったら損するののは医者の方とこういう矛盾した医療制度をやっぱり患者さん自分が見ている患者さんが元気でいることを評価してもらえる仕組みやっぱりここには、まあ、患者さん、まあ、国民の皆さんの側もですねやっぱり納得していただけると思いますし、まあ、それを果たすのが、まあ、医師の一つのカテゴリーの一つ。私もも大学時代医者になってからも プライマリーケアが重要だ重要だってずっと言われ続けました。しかし実際医師になって社会まあ医療現場に出てみたらいくらプライマリーケアを大事だからともう一日半日で三人の患者さんに丁寧に話を聞いたりしていたら大事だって言われてたのに病院から怒られました。半日で三人かと半日で三十人見ろとまあこういう状況が 待ち時間の増加に3時間も待たされたりするとかあとはまあ例えば救急車の不適切な使い方をやめましょうとか、まあ、こういう医療の課題につながっているんだと、まあ、そういう意味から、まあ、私はまあ今の医療財政また医療体制、まあ、国民の皆さんが本当に望んでいることそしてまた私も一緒ですからやっぱり患者さんが自分が見ている患者さんが でできるだけ元気いいたたもらいたい残念ながら病気になった後もですね、えーまあ、進行しないようにまたもしくはまあ人間ですから最後死があるわけですがその時にもまあ納得をして最後を迎えていただけるような、まあ、それが人生100年の不安なわけでありますので、まあ、こういったことを解決するメディカルニューディールこれをね何としてもうん達成したいなと思います。 その医師側の抵抗と患者側の抵抗、つまりフリーアクセスで,できないっていうのと、その医師側のそのまあえっと資格よりもっと専門性を高めなきゃいけないそそんなのできないみたいなの、どっちが強いと思います？どっちが？どっちを説得する方が簡単っていうか、どっちが大変ですか？私は実際に山梨県北都市で診療所をやりながら。 自分が在宅医療やってましたけど患者さんにはまさに今お話ししたようなイメージで診療してましまたやっぱり患者さんにとっては家庭制度の方が断然私は理解さえしてくれれば私はなぜここを強調しているかというとまさに私が実践してきたからですね患者さん側にとっては間違いなくいい制度だと思います。 一方で、まあ、医療側にとっては実は私もこうやって話をしていくと皆さん理解してくれるんですやっぱりもうそういう時代だよなとだけれどなかなかですね、まあ、これは医療にのみならずいろんな業界でやっぱり長く続いたものを変えていくっていうことはやっぱり勇気もいることだと思います。まあ、そういうい意味では、私はは、私患者さんん側にととっててちゃんと理解してもらえれば、 むししろ理解しやすい一方で問題なのはやっぱり今まで従来培ってきたものを自らの力で変えていくっていうことについての抵抗感というか不安感はやっぱり医療を提供する側の方が強いんじゃないかなと個人的には思ってますあのこれはあのデータではないんですけれどもそのコロナで入院して特に高齢者が。 そうすると2週間とか10日間とか入院すると認知機能が悪くなるとかあの歩けなくなるとかっていうことで逆に今度そこから退院しようとすると引き受ける病院がないっていうようなことで逆にそのあのベッドをまあなかなか開けないっていうようなことがあるようなことを聞いた、はい、先生もそういうことはそうですねまあ、コロナはやっぱり 重症化リスクの高い方が重度化するとですねもともと基礎疾患もある方が感染すると重度化しやすくまた生活介護も一緒に見なきゃいけないということで1人の高齢者の方がコロナで入院した場合やっぱり入院期間も長くなる仮に熱が下がったとしても生活支援もしなきゃいけないということから それを受ける側の病院がなかなかなかったと。で私はやっぱり本来、えー、まあもとですねご自宅で、えー、療養していた方ならあまあコロナの急性期がある程度落ち着いた段階でやっぱり自宅へというのが本当のあり方だというふうに思います。おそらく今後もまあ今ワクチンがまあ始まってきていますけれど。 まあ新型コロナウイルス感染症に関しては、まあ病床をピーク時に増やして稼働率をどうするかっていうよりも、やはり基本の部分はまあご自宅ということになってくると思います。かかりつけ医というこの制度があったら違いますか？全然違ったでしょうね。まあどう違う？実際にまあキューバの体制を見ていると、まあキューバファミリードクターということで、まあ今回のコロナも まあ当初はまあ夜の街中心だったと、まあ、そういう状況でしたが当然ながら冬場においてですね、まあ、職場内感染であったり、まあ、家庭内感染ということがやっぱり拡大の要素ととなったと思います。まあ、家庭が果たす役割というのはいわゆる家庭内での感染防止であったり例えばご自宅にいる前提というのはご自宅に行ってですね 感染対策を家でこううししましょうとか、まあ、そういったところまで入っていくということなので、まあ、残念ながら今の状況はあそういうことはもう自分たちでやらなきゃいけないという状況ですから、まあ、やっぱり家庭がいることによってその家庭内感染の予防に関しても十分直接働きかけられたと思いますし、まあ、実際にキューバはそうだ 今もそうだと思います、まあ、そういう観点から、まあ、家庭っていうのは、まあ、その名の通おり、まあ、かかりつけ医家庭プライマリー、まあ、いろいろ言い方ありますが、まあ、私によく日本版家庭制度と言っているのはやっぱり私も実際患者さん外来で診察させていただいててやっぱり家族背景とか家庭内でどういう状況があるのかっていうのはその方の病気のなんていうかな 今後の方向性にについて非常に重要ななところなんですねだから例えば、まあ、ご,ご高齢の方がコロナで急性期が終わったとしても一人暮らしの方を返すわけにはいきませんし一方で老老介護の方もなかなか難しいだろうとこれはもう一般の在宅に返すすと一緒です例えばがんの終末期の患者さんにとっても私たちが一番気にするのはメインの介護者は誰だろうかで家庭環境はどうなってるだろうか。 まあこういうことをむしろ重要視しますので、まあ、そういう家庭環境が整っているかどうかを踏まえながらやっぱりご自宅で、えーまあ、療養していくということが、まあ、可能かどうかも含めて、まあ、一律に返すべきだとか、まあ、そういうことではなくてその間に入るかかりつけ医家庭医がその判断をできるという状況であれば私は劇的に違う。 それともう最後会えないとかそういうようなことが、まあ、今言われてますけどそういういこともなくなくる、うんまあ、ここはですね、まあ、一概に例えば当初の頃まだ新型コロナウイルスが何者かまだわからないと、まあ、こういう場合に公衆衛生上対応しなきゃいけない、まあ、今も指定感染病になってますから、まあ、ここの部分については一概にこうあるべきあらるべきというふうには まあ、なかなか言いづらいですけれど、まあ、今だいぶ、まあ、新型コロナウイルスに関してはまだ分からないこともありますけれど分かってきたと思います、まあ、そういう中で、まあ、できる限りそういう、まあ、最後の場面にお会いできないとかっということは、まあ、かかりつけ家庭を通すことによって、えーまあ、改善できるんじゃないかなとは思います。うん 今先生この例えば入院の解除基準ですね隔離の解除基準っていうのもなんかこうしょっちゅう変わってますよね2週間だったり10日になったりまたなんか重症者は20日になるとかって言われたりこういうような情報がこう次々変わりそれがなんかこうパラ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 伝えられてでも何が起きているのかよく我々もこう把握できないっていうこの状態はどう思われますまあ私は まあ、例えば、まあ、コロナのこともそうですしワクチンもそうです、まあ、こういう状況で最も大事なのがリスクコミュニケーションだと思いますでもちろん、まあ、先日私ワクチンの件も、まあ、質問してですねでそれ特に今回の新型コロナワクチンに関しては国民の期待も高い一方で不安や懸念もあると。最も重要なのは まあ子宮頸がんワクチン、まあ、直近ではま,あまだ課題になってますがやっぱりリスクコミュニケーションなんんだと思うんですで政府は広報を使ってとか言いますけれどやっぱり今コミュニケーションツールがまかなり分散されている状況でこのリスクコミュニケーションをとるのはやっぱり前線にいる家庭なんです。まあ、そういうい意味からすると 私こちらにの政治の世界にいて、まあ、自分で情報を取りに行こうと思えば取れます。ですから新型コロナウイルス感染症まあ対応についても取りに行ける立場にいますけれど、一般の国民の方は新聞なりテレビなり SNS でまあいろんな情報が勝手に入ってくると、まあこれをちゃんと交通整理するのもやっぱり家庭員の仕事だと思いますし。 例えば今回のワクチンも、まあ、集団接種なのか個別接種なのかって言いますけれどやっぱり私の実感はご高齢であればあるほどお不安を抱えてますまさにその不安をちゃんと今節丁寧に、まあ、いわゆるリスクとベネフィットを正確な情報を伝えるのは前線にいる家庭医の仕事。まあ、やっぱり今回のコロナ全般、まあ、そして今後のワクチン踏まえていってもですねこのの家庭医がの が患者さん、まあ、国民の皆さんとリスクコミュニケーションをとるということ、まあ、そうすることで今の先ほどのご質問のなんか急に変わった、まあ、情報があれこっちでは言ってたねこうなった、まあ、こういう混乱をですね、えー、国民の皆さん一人一人が正確な情報を正確に受け取れる、まあ、さっき言った上手な医療の届け方ということにつながるんだというふうに思います。 どうもありがとうございました。